武蔵あぶみの一図、明暦の大化当時の浅草門。武蔵あぶみは、浅井領医による金蔵師で、万治四年観光、以後何度か観光された、上下館からなる、明暦三年一月に発生した、明暦の大化のことを記しており、被害状況を伝える図版も見られる。初版は、計五条寺町、河野同性からだが、同年に、計寺町二条上がる町。 中村五兵からも出版された。江戸でも遠方4年、山本九左衛門が出版。明和9年には、明和の大化を受けて即座に、山本九左衛門、西のみ新読による再犯が出ている。明暦の大化で全てを失った男が出家して、落細坊と名乗り、旅に出たところ、故郷の京北や天神で旧友の小間物売りに会い、自らの身の上を語る体裁を取る。 著者と伝えられる、浅井良域も髪型の人だが、江戸名書記を執筆するなど江戸の事情にも通じ、浪人のみから出家した人物であるなど重なる部分がある。大化の悲惨さを伝えることを目的とした文学作品であり、誇張した表現も多いと思われるが、大化の天末がかなり正確に記されており、明暦の大化を語る上で欠かせない資料である。 天馬長老屋敷の切り放ちや浅草門での悲劇など、数々の逸話が乗るが、大化の通称振袖火事の由来となった娘については、触れられていないことが注目される。小間物売りに、ことの一切を問われた、落栽坊が、かようのことは問わぬもかのとし、とうもうる先武蔵あぶみ、かけても人に語らじとは、思いども、一つは三下のためと思えば、 あらあら語りて聞かせもうすべしと話を切り出すことから取られている。これは紐である本郷の一角に、一節に古く武蔵、当職人が住んでいたことに由来するという阿部見坂があることに着想し、当時広く読まれていた古典、伊勢物語第13弾、武蔵島を踏まえたものである。昔、武蔵なる男、軽なる女のもとに、聞こえれば恥ずかし、聞こえねばくしとかきて、上書に、 武蔵ぶみと書きて、使い捨ててと恩もせずなりにければ、刑より、女武蔵ぶみさすがにかけて頼むには問わぬも、紳士とうもうるさしとあるを見てな、無、耐えがたき心地しける。問えば言うとあねば恨む武蔵ぶみかかる折にや人は、死ぬらむ解釈には、諸説あるものの、武蔵ぶみには、ぶみが両足を乗せるものであることから、二股をかけているいや、武蔵炙みとして、 武蔵で再退した身であることがかかっているとされる。男が武蔵国で新しい女と結婚し、元の女に心苦しくもこれを告げる場面である。この男の心持ちを、自らの辛い経験を話すか話すまいかと葛藤する、落細胞の心境に重ね合わせている。さらに、武蔵等に由来する同盟の花があることから、江戸の花の意もかけているとされる。ありがとうございます。